皆さんこんにちは、エバレジーズ公式チャンネルの飯野です。今回のテーマは第二新卒座談会。今日はエバテックで働いている営業職の3名に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。それでは順番に自己紹介をお願いいたします。エバテックに所属しております鈴木と申します。2021年の2月に転職をしてきてまして、今社会人でいうと5年目の問題になります。前職は大手の鉄鋼メーカーに勤めておりました。今日はよろしくお願いします。同じくレバテックに所属しております佐藤と申します。入社が2021年の8月入社になってまして、社会人3年目の時に転職してきました。前職は大手の生命保険会社で個人営業のお仕事をメインでやっておりました。今日はよろしくお願いします。同じくレバテック所属の勝木と申します。入社は今年の1月で、今入社して9ヶ月目になります。前職は大阪で不動産の営業をしておりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エバレジーズは様々な業界から転職してきた方、活躍してくれている方がかなり多いので、今日はエバレジーズをちょっとでも知りたいなと思っている方、転職を考えている方の参考になったら嬉しいなと思っております。ではまずは前職のお話から伺っていきたいんですけれども、皆さん具体的には皆さん営業職なんですか？僕の場合は総合職といった形でしたので、配属は営業だったんですけども、結構いろんな仕事をするような形でしたね。メーカーだったので生産管理ですとか在庫管理、そういった業務も多くて、結構エクセル仕事も多かったです。私は完全に営業職っていうところでの採用だったんですけど、個人営業が8割くらいと、あと2割くらいは見込みみたいな形で法人の開拓みたいなこともやってます。私はもう完全に 2C の個人向けの営業をしてまして、朝から晩まで電話で不動産を売って、アポオンリーで、オンリーなんですね。はい、やってて、全然違いましたね、前職です。それぞれなんで転職しようと思われたんですか？結構就活時代はこう大手を中心に見ていて、で実際入社したんですけども、入ってみて年功序列終身雇用全国転勤といった、そういったところで結構息苦しさを感じたのが一つと、ちょうど2年目の時にコロナが流行って、結構会社の業績が落ちて、でその時に自分で実力つけないととか、会社でしか生きていけないようなスキルしか持ってないみたいなところにすごく不安を感じて、平たく言うと自己成長みたいな感じですね、したいなと思いまして、転職を決意した形になります。なるほど。私もちょっとすごく似てるんですけれども、軸としては自己成長っていうところと、あとはその自分の軸を再確認してっていうところになるんですけれども、もともとやっぱり会社が大手の生命保険の会社だったので、すごい伝統的なやり方を重んじるというか、保守的なところが少しあって、そこに対してこう自分がちょっと違和感を感じてしまったっていうところが一つと、このままでいいのかなみたいなことを考えた時に、もっともっとこういうことやっていきたいなっていう希望が出てきたので、自己成長っていうところで一つ転職考えたっていうところと、新卒の時の軸で人の役に立つ仕事がしたいみたいなことをずっと思ってたんですけど、ちょっと2年半くらいお仕事する中で、もっと人とこう中長期的に関わっていきたいんだなみたいなのが自分の中で軸が変わったので、その軸を叶えられるところに転職しようと思って転職したっていうのが2つになります。めちゃくちゃしっかりしますね。佐藤さんの後にちょっと恐縮ではありますけど、今後の自分の将来とかを考えた時に、IT とかデジタルとか、そういったものを使ってるかける営業っていうところでちょっと転職したいなと思って転職に至りました。なるほど。皆さん転職活動自体は社会人何年目の時にそれぞれされてるんですか？私が2年目。私が3年目の5月ぐらいから始めたって形です。私も勝木くんと一緒で2年目の本当11月11月くらいから始めてっていう形でした。結構皆さん早期でも転職活動だと思うんですが。そうですね。不安だったりとかいかがでしたか？めちゃめちゃ不安だったよね。めちゃめちゃ不安だよ。やっぱり僕の場合だと本当に大手で同期80人ぐらいいたんですけど、本当一番目に転職したような形だったので、大丈夫みたいなところから、どうやって転職するのみたいな、そんなところから始まりましたので、本当に不安だらけだったなと思ってました。2人どうですか？私も同期はかなり
転職してる人自体は多かったんですけど、結構マイナスに転職してる人が多い中だったので、私はフリーよくみたいな方だったので、まあ現状維持でもいいんじゃないかなみたいなのはちょっと結構悩んだところではあったんですけど、そこで決断したっていうのはあります、はい、私はもう全然異業種まず入るっていうところと、転職は大阪に行ったんですけど、東京で仕事探すっていうところで、なんか物理的な、なんか不安というか物理的な実際に転職活動を進めていく中で、レバレジを知ったきっかけっていうのは何だったんですか？それこそ私が転職活動していくときは、ワールドカップとか、CM 流れてたりで、社名をそもそも知ってて、で、エージェントさん経由で紹介してもらったんですけど、私ももともと新卒の時も会社自体は知っていて、大学の同期とかが何人かここに入社してるみたいなこととか、インターンやってるみたいなところは知ってたんですけど、もう今回転職するときに人と中長期的に関わりたいとか軸があるならいいんじゃないっていうところでエージェントに進めてもらって、僕は実はですね、申し訳ないですけど知らなかったんですよ、ね、ただ転職するときに成長してる会社っていう軸で探していて、その時に初めてこう出会ったっていう感じですね。他の会社と皆さん迷われたりとかしましたか？転職では、私は同じ人材の会社の大手と、まあ、今の会社で悩んだんですけど、結果的にはやっぱり自己成長だったりとか人の良さみたいなところでこの会社を選んだかなというふうに思っていて、面接の時にどういう人が多いですかみたいな質問を私がしたことがあったんですけど、すごく働いてる人自体がモチベーションが高いというか、まあ、何か目標を持ってしっかり働いてる人が多いよみたいなことを言っていただいて、まあ、そこがすごく魅力的だなというふうに感じて最後に決め手としては、裁量が大きくていろんな仕事を任せてもらえそうな風土だなと思ったのが一番の決め手でした。新卒の会社選びでこれは大事にしといた方が良かったなとかなんかちょっと後悔してるなみたいなこととかもしあれば。新卒の時はその会社でなんかずっと働く前提で条件面とかを探したんですけど、今それこそ転職がかなり多いので、その後のキャリアステップみたいなの、次につながりやすい企業を選ぶのがいいのかなと個人的には、転職活動も含めて思いました。なんか何がしたいかというよりかは、なんかどういう生き方をしたいかみたいなところとか、どういう働き方をしたいかみたいなところをちゃんと言語化した上で会社選びをするのが大事だったんじゃないかなと思います。まあ、当時の自分に言うとしたらなんですけど、業界とか会社の成長性っていうのは見た方が良かったなと思ってますね。業界とか会社が落ち込んでるとか業績が悪いっていうのは、そのままこう働き方とか会社の雰囲気にもすごいつながるなと思っていて、やっぱりこう、まあ、前年度よりも縮小するとか赤字が続くとかっていう感じだと、やっぱ働くモチベーション的にもなかなか湧かなかったなっていうのがあって、なのでこう伸びてる会社っていうのは選んだ方がいいんじゃないかなっていうのを思いますね。なるほど。当時皆さんに大丈夫か転職してって言われたと思うんですけど、実際今転職してみてどうですか？やってみれば怖くないですか？確かに思ってたほどだよ。そうですね。多分転職する人が一番知りたいことって、入社して実際どうなのみたいなところかなと思うんですね。入社前のレバレジのイメージと実際に働いてみて感じてること、まあ、もしギャップがあればギャップを話していただいたりとか。悪いとこあんまなかあるかな。そうですね。大前ってすごい選考とかでいろんな人とお会いしてお話聞いた上で入社するので、あんまりギャップみたいなのは正直なかったですね。あ、ありました？そうですね、思ったよりキラキラしました人とか、そう、空気感とかはどうですか？空気感、思ったより良かったっすね。てか本当いい人が多いかなとは思いますし、まあ、若い人も多いから活気があるなっていうのは本当に思います。優しい人が仕事の目標を持ってる人がやっぱすごく多いと思うので、やる気がある人たちの中に自分も身を置けるっていうこと自体がすごいプラスなのかなっていうふうには思いました。レバレジーズの人ってどういう人が多いですか？自他性高い人多いなと思いますね。結構社内でも誰かのためにとか、こうみんなが良くなるようにみたいなモチベーションでお仕事する人が多いなと思っていて、本当に同じで相手のために行動するみたいな人がすごく多いかなと思うので、まあ、自分のなんか損得だけではなくて、お客に対してもそうですし、社内の人たちに対しても相手のことを考えて行動できるみたいな人がすごく多いかなっていう
印象なので、多分それがなんかいい人が多いみたいなところにつながるんじゃないかなと思います。なんかオンオフ切り替えれる人多いかなと思って、なんかしっかり仕事するときは仕事して、遊ぶときは遊んでっていう、そこの切り替えがしっかりできる人多いイメージですね。確かに。授業部内で遊びに行ったりとかですか？結構しますね。飲みにも、ね、ちょいちょい行きますね。夏はバーベキュー、横浜の方に行って2回ぐらい行きました。私前職飲み会とかも完全強制だったんですけど、みんな普通に断りますしね。一人一人で行くみたいな。皆さん中途入社をされていると思うんですが、なんか悩んだこととか、ちょっとこれどうなんだろうなと。って考えたことあるんです。逆になんか裁量をもらいすぎてる感は、確かにできるかなみたいな不安はあったりするんですけど、しっかりそこはフォローアップしながらやってもらえてはいますけど、スピード感も前職と比べ物になるぐらい早いので、最初はこんなにすぐにこんなこと決めちゃっていいのみたいなことはたくさんあったですけど、まあ今慣れましたね。入って半年内とかに、じゃあ1個 PM やってみてみたいな感じで任せていただけたりしたので、できるかなみたいな、大丈夫かなみたいなのはやっぱりおっしゃったんですけど、あるかなと思いますけど、追加で言っちゃうと、はい、結構マネジメントとかリーダーみたいなところも早期に任せてもらえたので、まだまだ未熟者に任せてもらったなって。まあ、でも任せてもらったからこそこう学ぶことも多くて、すごい良かったなと振り返ると思います。これから転職を考えている方だったりとか、アレバレジーズに興味を持ってくれている方がいると思いますので、最後にアドバイスをいただけますか？はい、そうです。メッセージということで、自分が転職活動した時に、まあ、振り返って思うとすごく不安だったなと思ってますし、これで大丈夫かなっていうことをすごい思ってたんですけども、まあ、いざこう転職してみると本当に良かったなと思ってます。まあ、特にレバレジーズに関しては、挑戦する人にすごく裁量ですとかチャンスを与えてくれる会社かなと思っています。なのでぜひチャレンジしたいなとか頑張りたいなっていう人は来ていただけたら、一緒に働けたら楽しいなと思いますので、はい、お待ちしてます。私もこう転職考えてる時も、まあ現状維持でいいかなみたいなところでなかなか踏み出せない時もあったんですけど、まずはこう面談受けてみて、会社の方に実際生の声聞くとか雰囲気感じるみたいなところから始めてもいいかなと思います。実際社内でも本当1年後2年後、いい意味でなんか何してるかわからない、いろんなポジションにチャレンジできるような環境かなと思いますので、積極的に動いていけるような方、一緒に働けたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。転職することとか今の環境を変えるみたいなところに対しては、私自身も結構不安がありましたし、不安に感じている方も多いかなというふうに思うんですけれども、本当にこの会社はすごく自己成長っていうところだったりとか、いろんなスキルを身につけるみたいなところについては、想像以上に叶えられた会社かなというふうに思ってますし、働く環境っていうところでもマインド高く持っている社員の方が多かったりとか、人のために働きたいっていう方がすごく多いかなというふうに思いますので、そういった環境の中でご一緒に成長していけるような方々に言っていただけたらなと思います。お待ちしております。はい、ありがとうございます。第二新卒で転職を考えている方はもちろん、レバレジーズをちょっとでもいいなと思ってくれている方、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。これで今日の動画は以上になります。概要欄には企業ブログや採用情報なども載っていますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。